これならすごい安定感あります。これなら私が乗って跳ねたって。おお安定感すごい。だからこれが現場で作業台になるんですよ。建築現場とかね。みるみるランド、これあの使用用途としては、まあ、先ほどバイクが乗せれるっていうことをお聞きしたんですけど、はい、その他にこういう使い方できるよみたいなのっていうのは何かありますかね。はい、ありますね。キャンプ道具積んでいく方多いですね。ああ、なるほど。最近ではスキーなんかも行くときに、はい、濡れちゃうから中が、うん、大人数行くときはこれでも一個持ってて、これにバシャバシャ積んでいく人もいますね。ああ、なるほど、はい、そういうレジャーとかでも大活躍すると。農家さんが使ってる。ああ、実際に農家さん使う、こういうシーンで使えますよっていう、はい、あ、もうそしたら車で2回往復しなくても1回で運べちゃいますよね。そうですね。そうすればこれを持ってきましょう今。ああ。これの現物をね。あ、あるんですか。あります。ちょっと今手配します。はい。前のねブースの本気のどこだっけ、話は熱中症になっちゃってる。くるくる巻いてそこで止めるんですか。すごい開放感ですね。これは主に何を使うのに適してるんですか。これはね、いろいろあります。そのまま物を運んでって、はい、そのまま倉庫に置いちゃう。ああ、なるほど。オートバイなんか保管したりとか。ああ、そうそうそう。積んでそのまま保管して。それすごいいいですね。僕たちイベント行くときはこの中みんな入れて突っ込んでって。ああ。縛らなくても落っこちないしね。はいはいはい。長いですよね、本当にね。軽自動車ですから。すごいですね。それ使えますね。あとキャンプとかにもいいですよね、こういうのあったら。これバーベキューも。ああ、いいかもしれない。本当ですね。ステーガーにもなって、荷物もいっぱいバンバン乗っけられて、でそのまま閉めてもう行けばいいから、めっちゃ楽ですよね。ということこの中にスキー板とかブースとか10人分ぐらい乗っけて行ったことあります。なるほど、すごい。これなら雪降っても平気ですよ。そうですね。でこれにスーツかけていつも。ああ、そうかそうかそうか。
物にとって優しいんです。さっき乗ってもらったじゃないですか。はい、あ、じゃあすごい乗り心地よかった、うん、乗り心地いいですよね。すごい良かったです。優しかったです。そうなんです、まあ、こういうのも作ってますし、さっきみたいな箱も作ってるし、いろいろ作ってます。めっちゃみるみるランドやねん。これが原型なんです。これがフリーザーこっちになってくってことです。やっぱりこの囲いあるかないかで全然違います。動かさは違いますね。違いますね、やっぱり。さっきの内側に、はい、あ、これですね。これがあること、そう、あることによって内側でも低い荷物の時はね、引っ掛けられるんですね。そうですね。フックが。フックがあるとここでこう掛けられる。スタンドでしたっけ、アウトリガーでしたっけ、あれは、普通こういう状態で後ろから荷物を積むとこんな風になっちゃうんですね。はいはいはい、あ、はい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 、それを止めるための足、はい、それがそこに、これを両方このホイールもオプションのやつですか？これホイールオプションですね。アルミホイールですね。ちなみにあの小さいのは、あれはね、あれなんですよ。お得にができるので。でもこれ新車だからちょっとあの現在にカバーかぶってますけどね。あ、いいですいいです。折りたたみってのはどういう？ここにこれ3箇所。あ、こういうことですか、折りたたみっていうのは。これ 1.1m なんですよ。だから1つの駐車場に軽乗車だとちょうど入っちゃうんです。あ、